はい、こんにちは。投資家で理化学修士のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日もね、婚活ネタをやっていこうと思うんですが、今日のネタは、相談所って、仕事暇なの？っていうことでやっていこうと思います。まあ僕はね、婚活中30歳前半男性です。なんでね、このタイトル、まあこう思ったかなんですが、まあ、僕は結婚相談所に、今手続きしてるところなんですが、なんかね、連絡と したりしてもね、結構休みがあって、なんか、なんだろう、その日はなんか休みが入ってて都合が良くないですっていう、その、なんだろう、相談所の人がね、よく言ってるんですけど、まあ、大手の相談所になるんですけど、かなり休みちゃんと入ってますよね。そんなんでいいんですかねって僕は思っちゃうんですけど、ガチで休みがいっぱい入ってるっていうね、相談所なんですよ。大手相談所なんですけど、いやー、そんななんか休みがいっぱいあるようなイメージじゃなくて、まあ会社は、そこの会社は、まあ、僕のイメージ的には超ブラックなイメージしかないんですけど、の大手企業の無料相談所なんですけど、そんなに休みがいっぱいあるのかなって思うこと、なんかね、結構ね、いついつまでに提出しますとか言ったら、その日は休みなので、明けの何日に、書類を見ますみたいな。ごめんなさい、ちょっと風邪気味で見ますみたいな感じでね、言われたりとか、結構ね、休みいっぱい入ってるみたいで、ね、すごいですよね。なんか暇なんですかね、本当に。まあね、今ね、大手の企業もね、一応ね、形上ね、ちゃんとね、休みを、まあ、取ってくださいってことで、まあ、指導してるんでね、なんかね、そうなんかもしれないですね。今の働き方改革みたいなね。うちの会社もね、なんかね、言葉ばっかり言うんですよ。働き方改革をしないといけないみたいなね。言葉ばっかりなんですよ。みんな言葉ばっかり、口ばっかりでね、行動がないんですよ。口ばっかり言ってね、働き方改革だとか言って、まあ、ね、かなり働かせたりするんですよ。だからもうね、口ばっかりじゃなくて、ちゃんと行動しないとうちの会社もとか僕は思いながらね、まあ僕何も偉くないんで何も言わないですけど、言わないっていうか、僕本当に偉くないからね、まだ若手なんで何も言いません。で、なんかそのね、相談所の人がね、休みがすっごいいっぱいあるみたいな感じでいいなとか思いながらね、そんなに暇なんかなとか思いながらね、今日ちょっと投稿しました。まあこれからもね、婚活ネタをいろいろやっていこうと思うんで、ぜひよろしくお願いします。僕はガチリアルな婚活相談所ね、無料相談所に通って結婚できるかね、結婚するぞっていう話になるんで、これも超リアルなところをね、皆さんにお伝えしていこうかと思っています。なのでぜひ応援のほど本当によろしくお願いします。まあね、たまに優しいね、女性の方ね、コメントくれるんですし、あと応援してくださるんでね、僕本当に嬉しく思ってます。まあね、なんだかんだ言って女性の人みんな優しいですよね。僕あんだけ、アラフォーおばさんは売れ残りだとか言ってるのに、なんだかんだ言ってみんな優しいですよ、本当。本当にいつもコメントありがとうございます。じゃあもうね、今日はちょっと短いですが、これで終わります。はい。では最後にチャンネル登録といいねとよろしくお願いします。ありがとうございました。